はい、こっちの駐車場からですね、あの奥まであって、で、あっちの奥まで赤倉観光は並んでます。多分妙高エリアで今のところ一番混んでるスキー場かなと思いますね、今のところなんですけれども、やっぱり駐車場がやっぱ近いからかすごく人気ですね。赤倉観光よりかは多分混んでないですね。やっぱりゲレンデもリフト待ちがあるのかないのかわかんないですけど、駐車場こんな感じですね。はい、現在時刻約3時になるんですけれども、大体の駐車場の揃い具合ですね、まあ2時過ぎちゃったんで帰るお客さん多いんですけど、3時頃の駐車場の混雑です。杉の原です。ですね、まあ妙高エリアいろいろ回ってみたんですけれども、まあ、やっぱり一番混んでるのは赤倉観光、見た感じですけど赤倉観光とあと杉の原が一番やっぱり混んでるかなといったような印象です。まあ結構スキー場オープンいっぱいしてるので、まあ分散してますね結構ね、っていう感じですね。はい、ありがとうございました。